チッとパーフィット、はい、カチッとパーフィットピタッとパーフィットって感じで、よしおぐいろです。こんばんは。本日はですね、はい、41PX 連続です。で、これ見て、俺インターネットでさ、はい、すげえ探したのよ。ね。で、このタイプのもの、Amazon にあったんだけども、Amazon だとここよりも高くて、うん、で、なぜか、コヨーテタン、マルチカもいろいろあるんだけど、全部が同じ柄のもので、あと危ねえなと思って。コヨーテタンって書いてあるのに、マルチカも売ってんのよ。で、他の店も今見たじゃん、いろいろ。はい、今後買えるかなと、うん。ないの。ね。で、よく見てください。ここを見ると、これあるじゃない。あ、タン2個あると思いきや、これ 7. いくつなの、7.62 だから、でかいマガジン用で、M4 用が1個しかないのよ。これですね。そう。だからもう今日、これを僕は購入して帰ります。はい。はい、早速。はい。でもいいよね。ね。いい商品でしょ。買っちゃいましょう。はい、わかりました。ハゼベ、どうしたの？ストックを変えようかな。今ついてる何の銃のストックですか？ SR15 なんで、うん、こっちなんで、これなんですか？はい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 、はい、これをちょっと俺好きなのでも、うん、こっちかな。こっちですか？いや、こっちですか？うん、形はね、そうですよね。うん、俺どっちかって言ったらちょっと未来的な方が好きなんですよ。うん、でもこう見るとあ、つくつかないがあるんだ、ハセピーの銃で。いや、もうこれでなんかつくらしいんで。あれ待って、なんか超かっこよくない？これ何？これ何？ V2 ストック、あ、今 G&G ですよ。これもしかしてあれつくんじゃないの？ちょっと見つけてしまいましたね。これなんか新しいものを見つけてしまいましたね。はい、何ですか？でもハセビ何、今日ストック買うの？今日じゃないでしょ。でもこれいくらすんの？5000円。あー、でも手のこの手の届く範囲の値段って一番危ないよね。でストック買う前の顔を見せて。買う前の顔。悩みましょう。ちょっと悩みましょう。はい、はい、悩みます。あー、でもこれいいね、かっこいい。そうですね、うん、悩みに悩んだ悩んだ。さっきさ、これと悩んだんですよ。このちっちゃい方とかと、こっちも一応入りますから、ね。うん、で、ここにマガジン入れた時に前にいろいろ置けるかなと思ったんだけど、ちょっと幅が狭いのよ。あー、なるほど。だからこの形、もう最初から一番ちょっと欲しいと思ったものを僕は今日手に入れたいと思います。はい。あれ、おすみさん。あれ、おすみさん。今僕これです。これ。もう。ああ、我慢できなかったもんね。はい、我慢できなくてですね。はいはいはい。もうどこにも売ってなくて。そうね。ね、で、またこれが入ってくるっていうとかなり先になっちゃうから。そうですよね。その時のあなたの気持ちを考えると、はい、先に買った方がいいかもしれないけど、うん、あなたのご家庭が心配。ご家庭大丈夫です。はい、で、はい、ちょっとさっきはちょっと見てて気になったんですけど、はいはいはい。それなんすか？これちょっとこれから売り出すものなんですけど、あの、アママックスのサイタックっていう、はい、密銃用のホルスターの、作ってる会社のエアソフト部門なんですけど、はい、それが出している、まあ、密銃はおろか、世界中の大体のエアガンのハンドガンがフィットする、大体の、はい、パーフィットっていうホルスター。あー、これね、実はブロックタイプを愛用してるんですけど、やっと製品が出てきました。あ、この前持ってたやつですね、色違いで。そうそうそう、あれはね、黒だったんだけど、はい、あれは製品版じゃなかったんですけど、はいはい、今度はちゃんと製品版できていたんで、はい、ご紹介しますけどね。このパーフィットっていうのはここにこうバネが入っていて、はい、このボルトでこのテンションを変えていくわけですね。はい、だから、薄い銃を、うん、入れるときはこういうふうにもうぴったり締めちゃっていいんですけど、はい、ちょっと大きめの銃投げるときこう緩めていく感じ。ああ、なるほど。例えば今ちょっと調整してみたんだけど、FNX って入るホルスターはないんですよね。まず FNX 専用のホルスターっていうと、なかなかこれは見つからないと思うし、見つからないです、はい、やっぱりこう布のこうガバッとしたホルスターよりもきついかもしれないね。そうです、きつい方ね。はい、だってきつい方が好きでしょ。でしょ。大好きです。今かなり緩めました。で、これカチッとね、ここで止めるタイプなの。いきますよ。あ、すごいすごい。
カチッとパーフィット。カチッとパーフィット。ピタッとパーフィット。って感じでね、あの、さっき動画も撮ったんで、あの、先出しになっちゃうんですけど。あ、大丈夫です。あの、僕、先出しでいいですかね。あ、全然構わない。わかりました、はい。はい。ピタッとパーフィットって覚えて。ピタッとパーフィット。はい、え、これ、おいくら高いですか？本当ね、今、調整中なんだけど、おそらく2000円は切ると思います、ね。え、コルスターですか？そうです、ね。安っ。2180円から1980円の間ぐらいで、ね、安すぎてしかもちょっとかっこいいな、うん、だから専用もではないんだけど、うん、ほとんどのものに専用のようにぴったり入っちゃうっていうね。ブラックオークのやつとかって、うん、よく150種類対応とか書いてあるんですけど、はいはいはい、あれアタッチメントつけるんですよ。そうだね、アタッチメントいる。なので、うん、当たり前じゃないですか、うん、でもこれ今このままだから、うん、これはいいわ。そうで、私これに同じものにあの倉庫も、はい、あの M マーク23入れてるんですけど、それはこうあのネジをこう伸ばしてもっと幅広いものが入るようにして、はい、あの使ってますけど、はい、まあ、そのネジもこれから売り出そうかなって。あ、ネジごと、うん、あ、じゃあネジを一緒に売っちゃうといらない人もいるでしょうから、やっぱりこう別売りで。あ、そっでもいいね、うん、だっていちいち行かなくていいもんね、ホームセンターに。そうなんだよね。しかもホームセンターなかなか売ってないんですよ、ね、探すの大変なんです。そうなんですよ、ね、合うやつを、うん、これは本当にあのちゃんとこうカチッと入るし、あのあとは例えば FNX も入るけども、はい、まあ、いろんなコンボのハンドガン、はい、Q3R とかは難しい、難しい、あのマイクリップがあるのは難しいかもしれないけど、大体にフィットもここを変えるだけでいいから。え、これもしかして後ろのこのベルトループの部分もついてるんですか？あ、もちろんついてます、パドルですけどね。あ、そのままじゃん、うん、使える。であとはここを例えばモールのあのクリップにしたりとか、はい、まあ、それからとこのベルトクリップにしたりとか、はいはいはい、もしくはこういうあのドロップキット、はい、でこうあのレッグホルスター、正式なサイホルスターなんですけど、はい、にしたりとかってこともできるように、はい、ちゃんとシステムアップの製品もこれからどんどん出てきます。わかりました、はい、ありがとうございます。ちょっとピタッとファーヒット、はい、でもその商品名でいいですかね。ピタッとファーヒットで、パーフィット、アモマックスのパーフィットホルスター、マルチビットホルスター。ありがとうございます、ね、了解です。はい、はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。ホルスター、今日ですね、遊び場に行って動画撮ってきたんですけれども、ちょうど帰りにあの 41BIX さんに寄ったら、おしみさんが水曜日いないはずなのにいてくれて、で今あのピタッとファーフィットっていうですね、ホルスターを見せてくれました。ピタッとパーフィット、ピタッとパーフィット、はい、覚えましょう。これピタッと、いいね、ピタッとパーフィット、はい、いいですね。これって 41BX だけですか？あんまりパーフィットはまだ使ってるお店はないんじゃないかな。名前はそんなにそうね、本当にパーフィットは本当にこれからすごく受けてくると思うので、はい、ちょっと俺も出たら買うかもしれない。ぜひぜひぜひ、はい、もうあの間もなくって感じ。間もなくですね、はい、間もなくです。今日はちょっと新製品の商品もできたんで、はい、こんな感じの取れ高高いよね、本当に。はい、それではこのチャンネルが面白かったら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。チャンネル41もよろしくお願いいたします。アイルビーバック遅かった。取れてる？取れてます。これ帰ってて取れなくなかったらショックなんだ。一切待ってなかった、うん。Candlelight, you and me, and a bottle of wine, gonna hold you tonight, oh yeah.